明日から三鷹市で地元密着のユニークな催しが始まります。キーワードは絵本です。市民と行政が一体となり絵本で街を盛り上げようというイベントの魅力と支える人たちの思いを取材しました。明日からいよいよ三鷹駅前まるごと絵本市が始まります。駅前にもこうして大きな横断幕が掲げられ街中が絵本でにぎわう1ヶ月です。第2回三鷹駅前まるごと絵本市、市民と商店が一緒に絵本を楽しみ地域のコミュニケーションを深めようというイベントで、三鷹市が6年前から進めている三鷹子どもと絵本プロジェクトの一環で立ち上がりました。この絵本市を運営するのは市内で絵本の読み聞かせなどに取り組むメンバーです。参加するおよそ50のお店の方と直接会って打ち合わせを重ねてきました。この日はこちらですね、畳屋さん、もう絵本広場ご自由にお読みくださいってこういうスペースができてるんですね。あこさんたちもいらっしゃいますね。こちらは創業およそ70年の畳屋さんです。去年最初にも声をかけて、じゃあ面白くやりましょうって言っていただいて心強くスタートした方なんです。うちは畳屋なもんで、まあ、子供に、ね、畳に触っていただきたいなというものがまず一つ で、まあ、畳を用意してその上で、まあ、座って本読んでもらおうかなと、はい、3人の子供のお父さんでもある関口さん、子育てをする中で少しずつ集めた絵本を並べ畳の上で自由に読めるスペースを作りました。ここでね、また新しいお友達も作ってもらえたりとかね。畳ってヘリがね、ついてるでしょ。畳ってヘリってじゃあ円って読みますからね、まあ、円ができるなと思っております。もう一度ね、畳の文化も見直してもらえればなと思って。続いて訪れたのはカフェです。20冊をしたので、はい、はい、お願いします。お預かりします。今回こちらの星と風のカフェさんはテーマが出会いなので、出会いをテーマにした絵本を私たちスタッフで10冊ぐらい選んで今日お持ちしました。ここのお店が三鷹市内にある福祉作業所で作った自主製品を売るアンテナショップなんですね。その一般の方が福祉の中で作られた商品に出会う出会いの場ということでテーマにさせていただきました。去年は絵本のおかげで若い世代の親子連れのお客さんが増えたそうです。お子さん連れのお母さん、若いお母さんとかいっぱいたくさん来てくださって、こんな可愛いお店があるんだってすごく反応が良くて、なんか今年も楽しみにしてます、はい、期間限定で絵本をモチーフにしたクッキーも登場します。こんなでいい？はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ご希望が骨とか体の本、はい、ね、ということなので、はい、骨、はい、と病院の本、すごくいいですね。リクエスト通りです。すごい楽しそうな本ばっかり。こちらは整骨院です。絵本を通してそれも体のことをちょっとでも知ってもらえたらいいかなと思って、はい、子どもたちに治療ベッドに座ってもらい整骨院の雰囲気そのままに骨の絵本を楽しむお話し会を開催します。三鷹はもともとすごい文学とかアニメとかもいろいろあるので、すごく三鷹らしいなと思ってます。そんな三鷹には市が運営する星と森と絵本の家があります。絵本市の事務局も務める施設です。この先が読書室になっております。うわー、絵本がいっぱいはい、こちらでだいたい2000冊の絵本を2000冊の絵本ですか、はい、置いております。館長の築地さん、地域と行政が一体となるイベント絵本市について、絵本を通じて子どもたちが大人の直接の声かけの中で育つような町になりたい、それぞれのお店で湧いてきたアイデアっていうのがたくさんあって、対等な形で
アイデアを相談し合える関係に変化してきたかなっていうふうに思っております。温かい空気に包まれる1ヶ月を楽しんでいただきたいと思います。築地さんが三鷹にちなんだおすすめの絵本を教えてくれました。一番電車の車掌さんという絵本があります、はい、三鷹駅で車掌さんが一番列車にどう乗っていったかっていうような克明に書かれております。中央線、そうです。一番電車の車掌さん、山中進さんは中央線の車掌さんです。ガタンゴトン、ガタンゴトン。一番電車がゆっくりとホームに入ってきました。一番電車が停車すると、山中さんは電車を指さして大きな声で言います。電車番号よし、行き先よし、後部ライトよし。お客さんが乗り込みました。この電車は4時32分発、各駅停車東京行きです。発車40秒前、山中さんはホームに出て発車ベルのスイッチを押します。コトリコトリ、ゴトゴトゴトン。電車がゆっくり動き出します。山中さんは電車が進んでいる方向を指さし、異常がないことを確認して前方往来と言いました。電車はホームを過ぎました。山中さんは後ろを振り向き、ホームや線路を指さし、異常がないことを確認して後方往来と言いました。タタンタタンタタン、電車が走ります。大人の私の心が絵本に引き込まれて何度もサプライズしました、うん、まあ、デジタル時代にあって絵本がもたらすぬくもり、まあ、家庭にも社会にも常に血の通った結びつきを生んでいるんですね。そうですね、駅前だけではなくて、いつかは三鷹丸ごと絵本市にしていきたいと夢も語ってくださいました。ご紹介したお店を改めてこちらです。まず畳屋さんなんですが、週明け20日の日曜日から畳の上で自由に絵本が楽しめます。そして整骨院は11月8日土曜日に、カフェは11月5日水曜日に絵本のお話し会を予定しています。でこのほかおよそ50店舗で1ヶ月間さまざまなイベントが行われます。詳しくはこちらのホームページをご覧ください。今夜の特集でした。